どうも、こんにちは。山本五十六です。もうね、久しぶりにね、カチンときました。もうね、これね、非常にね、方々の方々にね、迷惑をかける。もし、これね、もう完全にね、とんぺい焼きさんっていう方にはね、間違いなく、ね、迷惑になる内容になるとは思うんですけど、いやちょっとね、これ僕の中でね、我慢できない内容だったので、この件ね、ちょっと一言言わせてください。わからない人もいると思うんで、今回事の発端から説明しようと思うんですよね。これ今回の事の発端っていうのは、占い界隈のね、これ問題なんですよ。占い系ね、ここが事の発端になってるんですが、まず第一にね、何があったかっていうと、誠さんっていう生主さんがいるんですよ。誠さんっていうね、これ生主ね、この方がね、まあこれとんぺい焼きさんっていう方にいるんですけど、方がいるんですけど、この方に対して、おかしい占い生主がいると、頭がおかしい占い生主がいるというようなね、相談を受けるんですよ。で、ここで話が回ってきたのが、これね、僕に対してね、ちょっと話が回ってきたんですよ。これね、僕に対してこの話が回ってきて、ちょっとこれの話を聞いてみると、なんだろう。この誠さんの話ではですね、今回、まあちょっと問題になってるね、巨根さんっていう方がいるんです。この人がどう考えてもおかしいと、何がおかしいかっていうと、イヤヨで垂れ込みがあったってね、まずこれを言い出すんですよ。垂れ込みがあった。で、内容っていうのが肉体関係を迫られたっていうね、垂れ込みがあったと。これ、こういう話があったんですよね。これがね、数回あったっていうんですよね。これ数回。数回。で、占いがなんか適当だっていうね。適当。処分箱、どういう放送ですか、ここは。あ、すいません。今回ですね、どうしてもちょっと納得いかないんで、占い系の生主さんでちょっとマジで頭がおかしい人がいるんで、それについてね、ちょっとね、分かっていただきたくてね、リスナーさんとかにもね、もうこれ注意喚起を、注意をね、促すという内容でね、まあ、やっていきたいと思うんですけど、こんな感じでね、僕連絡があったんですよね。で、これに対してね、僕ね、すごい疑問点があるんですよ。これ、本当にそういう事実があるのって、まずこれね、肉体関係の事実があるのっていうとこね、これ事実なのっていう。事実確認できてるのか。どうも、女性リスナーに肉体関係を迫ると想像の巨魂です。これをまず確認したんですけど、これに関してはね、イヤヨなんで分かんないっていうことなんですよ。分からんっつって。これね。で、占いが適当っていうのはどういうところが適当なのかっていうのを、どういうところが適当なのかっていうのを聞いたら、占いの本読んでるから、本をね、見えるところに置いてるとか。ちょっとやってほしい。あ、はい。出会い中かな。ところに置いてるとか、こんな理由だったんですよ。でもね、
でもねこれね、まあ、ちょっと最後まで聞いてください、最後まで聞いてください。ちょっとこれね、これね、結局的にこの本を見るっていうのは、占い師だったら四柱推命とかでもそうですけど、なんだかんだ言って本は見るんですよ。占い行ったことなら、ことある方ならわかると思うんですけど、これね、本はね、資料としてね置いてあったり、それをめくって読んだりっていうのは普通の占いでもあることなんですよね。だからそれじゃ適当とは言えないだろうと、いうような感じで、俺これ虚婚さん悪くないんじゃないのっていう結論に達して、悪くないんじゃないのっつって、悪くないんじゃないっていう、じゃないと思ったんですよ。これね、で、この後ね、僕スカイプ突にね虚婚さんに行ったんですよ。この後ね僕はね、ここで始まるのが虚婚 VS 山本五十六っつってこの始まるかにね思えたんですよね、これ、ただねこの時のね虚婚さんの対応はねすごい良くて、肉体関係とか迫ったっていう事実ってあるんですかっていう質問をね、これ9ね、肉体関係を迫ったっていう事実あるんですかっていう、迫った事実あるかどうかっていうね、まずこのことを聞いたんですよね。まあ占い適当っていうのはこんなもんね、明らかにないわっていうのでスルーしたんですけど、迫った事実があるのかどうか、これを聞いたところですね、これないと思うってね、もう誤解がある発言をしたんだったら謝罪したいってね、これ真っ当な対応ですよ。もしそういうのがあって、もしないと思うんだけど誤解がある発言がもし仮にあったとしたら、謝罪するっていう意思表明があったわけですよ。あったなら謝罪するって、これ真っ当ですよ。え、謝罪ね、ここまでね言ってくるわけですよ。あ、これ俺まともな人だなと思って、いや今回は勘違いじゃないのっていう話でね、これね話がまとまりかけたんですよ。これとん平焼きさんの枠で後でね話してたんですけど、うん、これ虚婚さん無罪、虚婚さん無実じゃないのっていう話で話がね終わったんですよ。無罪っていうのでね、無実っていう、でまあこれから無実なんで、これね、これから仲良くなりましょう、やりましょうねっていう、くってこれでね丸く収まるはずだったんですよ。ここね、これ重要だよ、ここでね、これね、誠って生主がね言うんですよ。はずだったんですよ。これに対してこれ衝撃発言がね、いやこれから仲良くやっていきましょうっていう流れだったにもかかわらず、これ声が生理的に無理だから仲良くできない、これひどいでしょ。誠さんは女性？女性ですね。これひどいでしょ。え？これこの発言に対してね、これですよ。いやこれはないだろう正直言ってね。それないだろう誠っていう。予言癖かな。誠って名前主ないだろうっつって、いやね、その本人は何か思うところがあるのかもしれないけど、この流れで事実が確認できない流れでさ、
自分が言ってることがね本当かどうかが証明全くできない八代が言ったりコメントだから、あ、はい、いらっしゃい、頭がおかしい人。え、この段階で声が生理的に無理だから仲良くできないとか言うやついますか。僕ね、そんな人ね、初めて見ましたよ。声が生理的に無理だったら私も話せない。いや、話せないじゃなくて疑惑をかけたんだからさ、声が生理的に無理だったらそんなね、疑惑なんかかけてさ、粉かけようとしなくていいじゃん、ほっとけば。鼻からそうしとけばいいんですよ。仲良くできないとは言っていませんぜ。じゃあ最初から関わらなければ。そうなんですよ。それを周りの人間を使ってね、周りの人間を使ってね、何、攻撃させようとしたにもかかわらず無罪と分かって、これから仲良くってところで高齢が生理的に無理なんですと。で、これには続きがあるんですよね。これにはね、実は続きがあるんですよ。この後ね、これが生理的無理だからってほら、くなってよね。そうなんですよね、本当にそんな感じで、この後には、まあここでね、ちょっと待ってタイム。あ、すいません、ちょっと、もうこの時間なんでね、もうちょっと腹立って枠取ったんだけど、若干忙しいんですよ。あれ、ちょっとね、微妙に忙しくて、ちょっと席外します。この説明の方が多分、的確だと思うので、あとでっつをうちの枠で流していいですか？私視点の説明よりもいいかと。あ、いいと思いますよ、そりゃ。それは好きに流してください。うちは TS 流したところでどうこう言わないんで。あれ、はあ、よいしょ。あれ、やばい、俺どこやした、あれ。あー、ちょっと待って、なくなったペンタブのペンが。あれ、さっきまで俺もあった。はい、失礼。まあ、こういう内容があったんですよね。でこれに対してですね、まあでもね、そういう疑惑があったっていうとこまでは仕方ないよ、そういうのがあってね、ネットなんだから。
もしくはさらにニコ生なんだからさ。でもさ、これ間違っててもう終わらせようっていう段階でね、一言謝罪があってもいいんじゃないかっていうのに対して、この誠っていう生主はですね、これもう何の連絡もしないっていうのにね、出たわけですよ。これ僕が知ってる中でなんで、こういう状況になってたわけですよ。で、もう巨根さんもね、これね、もうあんまりにも腹立ったからっていうか、まあおかしいんじゃないのっていうことで、ここで誠さんにね、これどうなってんですかっていうので連絡を入れたのかな。誠さんにね、連絡を入れるってどういった連絡かは知らないですよ。連絡を入れたっていう事態になったわけですよ。とりあえずね、それに対して誠さんは、本日返信して、本日返信を返したらしいんですよね。さっきの枠で言ってたんですが、誠さんの。で、今日の枠っていうのが何かわからんけど、何を考えてるかわかんないよ。巨根さん本人には謝らないにもかかわらず、リスナーに謝罪枠とかいうね、ふざけた枠を取ってたわけですよ。何これ、リスナーに謝罪枠みたいなのをね、これ取ったっつってね。で、これに対して巨根さんが、いや、何やってるんですかと。ちょっともう、先にこっち終わらせましょうよっていうことでね。この枠に行って、これ、とついいですかっていうふうに言うわけですよ。そらそうよ、2回目。こうなるでしょ。だって、巨根さん、ここで間違ってるとこありますか？僕は一つも間違ってるとこないと思うんですよ。とついいですかっていうふうに言ったんですよね。誠さんは直接巨魂さんから何かされたわけじゃないんでしょ。そうですね。ただそういう疑惑が出ることはもう仕方ないですよ。そういうことはもうネットでやってる以上ね、まあ、それに勘違いしちゃったっていうのは誠さんが悪いわけでもないんですよ、ただそれに対して謝罪も何もなく出てきたと思ったら、リスナーに謝罪枠だって生放送やってて、でとついいですかっていうのに対してこの誠さんが返した言葉っていうのが、別にお前に謝るために枠取ったんじゃねえよと。謝る枠じゃねえよと。これね、ひどくないですかこれ。リスナーに謝罪枠する前にさ、巨根さんの件終わらせてからにしろや、カスがよってね、僕すごい思うんですよ。どんな人かどうかなんてさ、自分で関わって判断しろよ、まず。そう。で、謝るわけじゃねえよっつってね、それに対してね。誠さんはお若いのかな？いや、もう若くはないですよ。ねえ。で、それに対して。学生の可能性、いや、学生じゃないですね。巨根さんにスカチャで伝えていますよ。わらわら。まあ、その辺は僕内容知らないから、知らないにしても何にしても、その話が終わる前に枠を取って、てめえの謝罪は、てめえに謝る枠じゃねえよみたいなのをね、取ること自体が間違ってるって言ってるんですよ。別にそれ伝えた伝えてないっていうのはどっちでもいいんですよ。このやり口、だから本人に謝罪する前にリスナーに謝罪して、自分はリスナーの方が、これね、誠さんの言い分をね、これ書いていきましょうか、じゃあ。第45回にランクインしました。書いていきますけど、これね、巨根さんの言い分はこれもう一貫して一言謝罪があってもいいんじゃないっていうことですよ。誠さんの言い分では、これ、何ですか？なぜ謝らないの？おばさんだよ。リスナーの方が大事だ。リスナーの方が大事だから、巨根は二の次だ。こういう言い分なんでしょ？違うんですか？巨根は二の次だっつってね。巨根は知らんっつ。謝らないこういうことでしょ？思ってないからか。こういうことでしょ？要するに。後で伝えたとかなんとか言う。こういうことはないんですか？
なんか反論があったらしてくれてもいいですよ。違います、そういう意味じゃないですっていうんだったら、この行動の意味を教えてください。ああ。で、さらに言うと、虚婚に謝るつもりはねえよと。大人として筋通しましょうよってことですね。ああ。虚婚に謝るつもりねえよって。こういうことでしょ。で、さらに言うとね、謝るようなことだったの？いや、リスナー関係ないでしょって思うんですけど。え？さらに言うとですね、ちょっと待ってください。さらに言うと、これの動機っていうのが、これの動機がね、これこうなってる動機がさ、動機が、声が生理的に無理でしょ。無理。こういうことでしょ？今さら、わらわら。こういう理由でしょ？マジで頭おかしいんじゃねえのかって、もうすごい思うんですけど。え、これ頭おかしい以外に捉えれる人間いますか？僕はもうこれもうそうとしか思えないんですけど。え、これ何のなんか大義名分かなんか知らんけどさ、そういうのがあるの？ちょっと待ってね。お薬出しておきますね。うん、今ね、虚婚さんからね、あ、まあいいや、ちょっとこれ後で見ましょう。まあこういう内容ですよ。とりあえずね。で、ちょっと虚婚さんからですね、今ね、あの誠さんとのチャットの内容がね、届いたんでね、それもちょっと検証していきたいと思います。いや、僕は絶対これ今のところね、誠さんがもう頭おかしいとしか言えないという域に達してるんですけど、いや、これをね、別にね、あの、これ何だった？そうですね。もういや、もうこれね、もう細かいことを言うといろいろ出てくるんだけど。184リスナーからの話を鵜呑みしてからの事態だね。うん、いや、でもそれはそういうことが発覚して裏でこそこそ言われるよりか、表で一発で終わらした方がいいっちゃいいんですよ。これどういうことなんですかって聞きに行ったりとか、そういうのができるっていうのでいいと思うんですけど、僕はね。ああ。この内容なんかね、まあ聞いて、あの、いや、おかしいだろうっていう人が、あの、何、虚婚さんの方がおかしいだろうとか、誠さんは正しいっていう人が、いや、言い分聞いてこれですよ。言い分聞いてもいいですよ。それ全然言い分があるんだったら、全然一つに来てくれてもいいですし、話も聞きますよ。はい、ではちょっとスカイプチャット送ってるっていう内容があったんで、虚婚さんからね、そのスカイプチャットの方来ましたね。これが生理的に無理。そう、だって最終的に言ったのその言葉だもんね。はい、これね、ちょっと見ていきたいと思いますけど、はい、これね、そこなんだ、わら、そこじゃないの、これ。はい、これ出してみ、そのスカイブの内容をね、ちょっとテキストに貼り付けたんですけど、虚婚さんからのこれメッセージですね。誠様、はじめまして。ちょっとうるさい、ちょっと待ってよ。ちょっと一旦止めます。これ朗読に入りますんでね。誠様、はじめまして。虚婚と申します。先日は自身の枠でご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。これ額面通りに受け止めないでくださいよ、これね。あくまでもこれは、あの、社交辞令というか、そういうのですからね。大変お手数ではありますが、チャットでも構いませんので、ご連絡をいただけると幸いです。追伸、こちらの連絡先はののさんというリスナーさんから教えていただきましたってね。次、遅くなりました。今拝見しました。ご用件をお願いいたします。
で次キョコンさん、ご連絡をお待ちしておりました。ご存知かと思いますが現在枠中です。すいませんが少しお時間をいただきます。後で通話することは可能でしょうか。はい、これね、非常に丁寧な文章ですね。こちらの勝手な都合ですが先ほど予約枠を取っていましたがこのところの相次ぐ体調不良で開始できませんでした。謝罪を兼ねた枠を今開こうと思っていましたしチャットでも構わないとのことでしたがダメですか。どうしても配信中にということでしたらこちらも別途枠を別途開きます。こちらも枠を別途開きます。それは大変ですね。先日のこと、誠さん自身にもいろいろと思うことがあったのだと思っております。また、拙いタロット占いをやってしまい、不愉快な思いにさせてしまったことをまず、お詫びしたいと思っております。これね、リスナーさんもかぶっていることもありますし、公開してというのはあまりにも誠さん自身にもと、自身もと思っております。っていうね、これね、これに関してただいつまで体が持つかが不明ですのでこちらのタイミングでよろしければになります。上から目線のような言い方ですいません、いえとんでもありません。冷静に見ればどちらも被害者であるかと思います。ただやはり一連の自分に対する対応は少し自分もそれを知った周囲の人もいかなものかと感じてしまったのも事実ではありますってね。どこかな。はい、これすいませんが最後のチャットの下から2行目が理解できないのですが配信中にやるのかやらないのかどちらでしょうか。ややこしい言い方は頭の悪い私には理解に苦しむのでストレートにお話できれば幸いですって、ね、自分に対する免罪の謝罪はということです。そちらの方で勝手に始まってそちらの方で勝手に終わった話それは自分には関係がありません。あらぬ疑いをかけ間違いだったにもかかわらずそれに対して生理的に無理だとかさすがに大人の対応ではないですよねってね多分ここで配信が始まったんじゃないですかね。あ、冤罪ね、ごめんごめん、これね、ここで多分配信が始まってそれに対してスカイプで打ったんじゃないのかな、おそらくですけど確認しましょうか。ちょっといい加減なことを言っちゃいけないんでね、予約枠をキャンセルして、さっきの枠があれこれどうやって見るんだ。あ、見えないじゃんこれあ、どうやって見るんだよこれ。さっきの枠が始まったとこなのかな、おそらくだけどね。なんか見えない。一応事実確認を しとかないとね。これが、15時2分からの開始かな、合ってる15.02 開始でした、15.02。じゃあこれはちょっと前ですね。これね、まあ多分そうですね、うん、謝罪はということですって。で、そちらもそちらの方で勝手に始まってそちらの方で勝手に終わった話自分には関係ありません。これに関しては間違いないです。あらぬ疑いをかけ間違いにもだったにもかかわらずそれに対して生理的に無理だとかさすがに大人の対応ではないですよねと。これはあくまで自分と誠さんのお話なので不用意にリスナーさんを巻き込むのも違うと思います。ですのできちんと謝っていただければ自分はこれ以上何も言うことはありません。はい、簡単な質問をさせていただきます。普通に考えて誠さんご自身に身の覚えのないことであらぬ疑いをかけられ謝罪もなく罵倒されたらどうでしょうか。それだけのお話ですってね、で率直に申し上げます。私が今回のような身に覚えのないようなあらぬ疑いをかけられたら反省します。まずは当然怒りはするでしょう。ですがそこまで執着はせずに前に進みます。いつまでもなんだかんだとは言いません。リスナーに迷惑、うちのリスナーにも迷惑を被っていますが、はい、ちょっと次枠取っていきますね。いや、マジで意味がわからん。